こんにちは、松山潤です。今日は探しに探していた VTR が出てきました。昔のリサイタルの、ね、風景なんですけど、私の育ての親藤田琴留先生がもう本当に舞台に立ってくれて、一緒にお話している風景とか、いろんなゲストの方が出てくれています。まあ中村美恵子さんのお母様千恵子先生まで出ていただいて、もう本当に涙が出てきました。嬉しくて。ですから歌はね聞かせられない。今から思うと恥ずかしくて、あれだったら入りたいぐらいなんで、歌は聞かせられないけども、その舞台での挨拶とかそれでもちょっと見ていただきたいなと思って今日は放送いたします。よろしくお願いいたします。どうでしたこの五木の熊群、本当に田舎で田んぼのあぜ道で、本当は草むしりしてればよかったとないどん、これ似合いますか。いや心にもないこと、本当は長靴の方がよかと思う気になったでしょ。あなた、まったくそんなところで何油見てんの。もう早く帰ってきて晩ご飯の支度してちょうだいの。これどうもどうも。はい、てなわけで私の TBS ラジオのパートナーでございます畠山さとみさんです。よろしくお願いします。畠山さん、どうもタイトルおめでとうございます。ありがとうございます。何、はい、か持ってきたと。そうなんです、実はこの後の曲が、いよいよ新曲の天使のぼやき、ぼやきですね。まあ、一応その歌詞の内容ですとか、なんだ見上げたと思ったら考えまして、ちょっとここにエプロンじゃなかと。そうですよ、大エプロンで。やっぱり実はこれ をかけて歌うと歌が入るという。よし、構図の神奈さんが私のために作ってくれました。まずは天使のぼやきを聴いてください。出世そりゃ無理だな、とても無理だ。課長、定年まで頼みますよ。子供もいるし助けてください。不思議です、なぜ私がですね、なぜ私が好みでもない、本当に好みじゃない男性のおそばにこうしてくるような、なんか吸い寄せられてきてしまったような。私好みいろいろありますから。でも二人の間は清らかです。何もありません。そうですよね。そうです、あったらいいなと思ってます。実は津田正兼先生、私の作曲の先生から、本名は常松定則と言います。その松だけ取って松、うん、山純一と名付けていただきました。で先生のとこ行ったら、これごめんなさいね、一取っちゃって先生おっしゃいました。そう、その一を取ることによってあなたの知らないところで絶対人気が一人で上がるから、もう本当にその通りすぐしました。おかげさまで熊本の方でも本当に盛大に応援していただき、あの純一の一を取ったすぐにですね、そうです、なんかすごくどんどんと人気が出て、もう自分では信じられません。本当に歌なんかやっていいんでしょうか。ちょっと見てね、そうすごいルックスでもないし、なんかまあかっこよく言えばバレエショーとかね。英語で言うとそういうこと。平成はいいですね。ねえ、パンプキンとかいろいろありますけど。ただとっても純朴っていうか素直、それがこちらの運をここまでさせたんじゃないかな。やっぱり素直でいることが一番ですね、はい、そう思います。でその時にロケバスの運転をしてて、はい、もうそんなことやってないで歌を歌いなさい、
いや先生勘弁してください、この年でちょっと待ってくださいって僕言ったんですよ、ね、年ですよね。だあなたは今あ先生ちょっと今どさくさにまみれでちょっといくつだったか覚えてないんですけど遅咲きの花ってあるんです。ですから皆さんにだって言えるんですよ。今まであんまりいいことなかったな、もうダメかななんて思って、違います。絶対に運っていうのはですね、自分の心がけというか自分自身が持つことに、いろんなことを明るく思うことによって本当に開けていきます。やれないことないんですね。もうダメだと思ってたら今のこのじゅんさんはこういません。自分ができるんだ、やるんだ、やろう、それが奇跡を呼んだと思います。まあどうも こんばんはというかこんにちはというか、栗千春でございます。あの主人は山崎忠でございます。本名は山崎茂子でございます。いやあのね、今日は私本当福井来てよかった。というのはね、まあ、大体ね、あの私うちの旦那さんはジャズですからね、演歌というものに縁がないんです。ですからどうかなと思ったんですけれども、今日はとってもいい人に巡り会いました。お母さんのぬくもりいっぱいの方、素敵でした。あの琴留さんのファンでもございますが、松山さんのファンにもなりました。どうも松山さん、おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。いいえといたしまして、なんか琴留さんの夢を見たってね、はいはい、私は琴留さんの夢を25年前に見て、あれから不幸な人生を生まれましたね。いやそうですか。あなたは最近琴留さんの夢を見て幸せになれてね、はい、素晴らしいです、はい、芸能界の世界、特に歌の世界というものはとっても難しいところですからね、はい、一番大事なことは人との調和を大切にして、はい、産んでくれた親、そして育ててくれた皆さんのことを一日も忘れないということ、はい、これが一番素晴らしい道だと思いますね。ではでは、おなじみのウィッキーさんです。ウィッキーさんどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。私はこの間ですね、はい、マザー牧場の園遊会で松山さんの歌を聞いて大ファンになりました、はい、今日ぜひこの山奥から出ていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。松山潤さんを、本日は皆さんどうもおいでいただきましてありがとうございます。今日はそれでこの頭でございます。若いですね。で若いです。頭は悪いんです。頭悪い。82歳。もう本当に回転が早いですから、もう本当にいろいろと私、ね、芸のことなんか教えてもらってますけど、もうとっても素敵なママです。これからもママ、ね、一緒にですね、あちこちへ、まあ、車で連れて歩きたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、何よりの土産だよ。